笠松運動公園は、茨城県ひたちなか市、中市、中郡東海村にまたがる都市公園であり、交渉所在地はひたちなか市である。茨城県が敷地、施設を保有し、公益財団法人茨城県体育協会が指定管理者として管理を行っている。茨城県開発公社が、 工業団地として開発するために取得していた土地に、茨城県で開催された国民体育大会の主会場として1974年に造成され、同年12月に一般教養が開始された。2002年には全国高等学校総合体育大会の会場となり、これに合わせて屋内水泳プール兼アイススケート場が完成した。この時、管理事務所が 中町から、ひたちなか市に移動した。造成の経緯から、園内施設は、スポーツ用途のものが多いが、日本庭園や子供向けの遊具なども整備されている。総面積は、約56ヘクタールで、東京ディズニーランドに匹敵する。テニスコートや、野球場などがある敷地の東側は、東海村船場地区にあたる。南側のひたちなか市、沢地区には、 屋内プールや自由広場があり、管理事務所もここに位置するため公園の住所は、ひたちなか市大和沢となる。ほとんどの運動施設が立地する。北西部分は、中市高山地区であり、笠松の名はこの地区にある小和沢から来ている。ひたちなか市と東海村は共に、ひたちなか、東海広域事務組合消防本部、ひたちなか警察署の所轄であるが、中市は、 中市消防本部、中警察署の所轄となるため、施設により管轄する消防署、警察署が異なり、保健所の管轄も異なっている。茨城県は2021年12月から、新たに施設命名権の募集を行う施設を発表し、笠松運動公園も施設命名権の募集の対象となった。陸上競技場日本陸上競技連盟第一主公認の 陸上競技場である。J リーグのミトホーリーホックがホームスタジアムとして使用していた。国際公認プールと飛び込みプールを要する屋内水泳施設である。周期、冬季には一部がスケートリンクに切り替えられ、プリンス・ワイス・ワールドなどの行事も行われる。建物内には器具を備えたトレーニングルームもある。2019年3月15日。 同年4月1日より命名権募集で、茨城県内で、ホームセンターなどを展開する三戸市、千波町の株式会社三振がこれを取得し、新名称は、山新スイミングアリーナとなった。契約期間は3年間。契約額は720万円となった。アイスアリーナ2200平方メートルのメインアリーナと、620。 平方メートルのサブアリーナからなる屋内体育施設。エントランス部には三角形に張り出した屋根があり、特徴的な外観を有する。5580人収容可能で、日本バスケットボールリーグの公式戦や、プロボクシング世界タイトルマッチの開催実績もある。陸上競技場が、 1> 第1種公認を得るために整備された日本陸上競技連盟第3種公認の競技場。400メートル8レーンのトラックと天然芝のフィールドを持つ。園内の小木屋通常は運行本数が少ない。大規模イベントの際にはシャトルバスが運行される場合がある。常磐自動車道中インターチェンジ、または日立南大田インターチェンジから約6キロメートル。 国道6号沿いに位置する。駐車場は6カ所あり、合計2781台を収容する。ありがとうございます。